アンリ・ピエール・ダンルーは、フランスの画家である。フランス革命によって、イギリスに亡命し、10年ほどイギリスで活動した。アンリ・ピエール・ダンルー作、作曲家、ヤン・ラディスラフ・ドゥシークの肖像パリで生まれた。王立絵画彫刻アカデミーの学校で、ニコラ・ベルナール・レピシエに学び、その後、ジョゼフ・マリー・ビアンの下で学んだ。ビアンは、ローマの在ローマ・フランスアカデミーの校長を務めており、 ダンルーもローマに滞在した。王室の交換、メグレディティニーの幼女と結婚し、妻の演者の肖像画を描き、肖像画家として知られるようになり、風俗画も描いた。フランス革命の起こる少し前から、妻とローマに滞在していた。革命によって1792年に、イギリスに逃れ、1802年までイギリスに滞在した。妻の家族の何人かは1794年に、 ルイ16世の妹、エリザベート・フィリピーヌ・ド・フランスと共に処刑されている。イギリス滞在中に当時イギリスで流行していたトーマス・ローレンスらの肖像画家のスタイルに影響を受け、1794年にはロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会にも出展した。亡命しているフランス人の社会だけでなくイギリスの人物からも肖像画の注文を受けるようになった。1802年に パリに戻り、フランスでは演劇人などの肖像画を描いた。1809年にパリで没した。ありがとうございます。